こんにちはみんな、ゆびぞらです。クラナイト。賛成の者は挙手を。それでは、賛成多数により合唱部および演劇部は共に高村先生を顧問とし、正式に活動の認可を与える。Tomoyo made it. I'm so happy for her. ついにやったわね、なぎさ。劇部復活おめでとうございます。お祝いにごちそうたくさん作ってきたの。ありがとうございます。皆さんのおかげです。特に僕の功績は大きいよね。あんたなんかしたっけ。Come on, he did help out. Give him some credit. ここにいる皆さんがいなかったら私何もできなかったと思います。どんなに感謝してもし足りないです。Product placement. I'm not sure if you're going to be able to do it.そうですね。私、がむしゃらに頑張ります。家庭訪問。今日、お父さんに会いに行く。人狼そうだった。いいですよ、そんなの。この間の定額の件は、Does the father even care? 親父さん、家にいるんだろ。いたり、いなかったり。今日も出てるかもしれないし。とにかく、行くだけ行ってみる。帰宅するから、ここで待ってろ。何してるんだよ。小村先生にご指導をいただこうと思って、今日から猛練習です。岡崎さんも一緒に来ていただけませんか。んなことはどうでもいい。俺は帰る。あ、岡崎さん、さっきと言ってること全然違います。岡崎さん夢中でつかめってそう言ってくれました。私その言葉に感動して迷いが消えたのに。その話は後でな。なんでついてくるんだ。岡崎さんこそどこ行くんですか。完全 D 組岡崎智也。岡崎智也。It's embarrassing when your someone's your name is on the town sheet saying go to the office. It's embarrassing. Trust me, I know. 岡崎さん時々嘘つきですから。Mine wasn't bad. I just had to be told to call my mom because the electricity in the house was gone, and I'm the only one that knows how to fix it. 普段は私が引っ張ってもらってます。ふん、岡崎も丸くなったもんだ。ふん。ああ、君、一緒に来てくれないか。岡崎が逃げないように。はい、私でお役に立てるなら。お前は高村のじいさんに用があるんだろう。あ、そうです。そっちも大切です。ダーク、サボってんじゃねえぞ。君、よくこんな口も悪いのに耐えられるな。もう慣れましたから。お前のところ、小さい頃から家族は親父さん一人だろう。ああ、苦労されたんだろうな。男で一つでお前みたいな子を育てるなんて。さあ、出かけてるみたいだ。ふーん、しょうがない。中で待たせてもらうか。は？それが仕事だ。明日の朝までだって待つぞ。俺、親父探してくれ。あ、こら、岡崎。あ、ポルトモイヤ。このまま須野原の部屋に行くか。岡崎さん。逃げてきたんですね。お前、練習はどうしたんだよ。小村先生がいらっしゃらなかったから今日は開催
パンを届けようと思ったんです、はあ、岡崎さん、ちゃんとついてきてくださいね。智也君はどう言ってるんですか？いえ、今日はお父さんと話がしたくて来たんですよ。私も本人と話をしますから、今日はお父さんの考えを。だからそれは私が決めることじゃない。智也君は智也君、彼が決めることです。ですが彼はまだ学生で、保護者のご意見も伺って。いえ、智也君は智也君です。私が口を出すことではない。ああいう人なんだよ。あの人の中では俺はもう息子じゃないんだ。前に話したろ。 It is nice he's letting his son do what he wants, but at least show some support. Terrible dad. 同じ屋根の下で別々に暮らしてきた。あの人はいつもああやって穏やかに笑って。 I'm actually getting so angry with him, but not Tomoya, the dad. Excuse me.私の家に来ますか？あのご迷惑でなければですけど。いや、そんなことは。少し距離を置いてお互いのことを考えるといいと思います。お二人は家族です。だから距離を置けば絶対に寂しくなるはずです。 That is true. そうすれば相手を好きだったことを思い出して、That's actually true. Nagisa. ただ、お父さんのことは。気にしないでくれ。あの人は、ああしてずっと一人で暮らしてきたんだから。そうですか。Nagisa is right. She's 100% right. たまにならな。いつもは帰る場所だった家。でも今は違う。もう二度と戻ることはないかもしれない。それとも、いつか戻って来られる日が来るのだろうか。So he's kinda gonna live with Nagisa?Oh shit. Tomoya君、どこかへ行くのかい？友達の家に。大きなカバンだね。しばらく泊めてもらう。いつ帰るかは決めてない。そうか。寂しくなるね。Tomoya君は。いい話し相手だったからね。 It'll be lonely. You hardly talk anyway. わかってくれ。そうだね。じゃあ、行くから。Why don't you just do yourself a favor? Freaking open your freaking eyes and look at your son, you bozo. That was so racist of me. Oh my god. さよなら。なんだてめえこんな時間に。え、渚のやつまだ話してくれてないのか？用がないなら帰れ、仕事の邪魔だ。あの渚は。いらっしゃい、岡崎さん。今日からよろしくお願いしますね。 I told her mom. She told her mom, silly me. お世話？何の話だ？岡崎さんは今日からしばらくうちに泊まられるんですよ。なんだと？さっき渚から聞いたでしょ。まあなか知ってたのかよ。ああ、だがなさらよ。なんでしょう。ハーレム状態じゃなくなるのは切ないものなんだぞ。
His harem. The song. Okay, this is gonna really focus on their relationship, which is what I'm waiting for. He's actually getting used to a family life. The colors! Oh my god! The colors are so beautiful! Alright, end of part one. Please leave a like, a comment, and subscribe. Sign out at Aishiteru.